いや、懐かしい、なんか。うわ、昔タコいなかったのに。昔この映像でタコいなかったんですよ。タコ急に出てきたんで、アフロとかも。本日3月26日から4月1日の7日間限定で遊べるスプラトゥーン2特別体験版ってのが無料ダウンロードをして遊ぶことができます。なので、この特別体験版スプラトゥーン2を持ってない人でも遊ぶことができるのです。できるのです。で、今回この無料体験版をダウンロードして遊ぶやり方を教えていきたいと思います。まず、ゲームニュースに、載ってると思います。もしこの画面に行っちゃった方、下のこのゲームニュースの画面を一回開き、ピックアップのとこ押してください。はい、ニュースを開くと、まあ、この画面が出ます。で、この画面ね、関連商品の右側、関連チャンネルを行っちゃうとね、製品版を買わされるので、これ気をつけてください。下に行きます。こんな感じでスクロールして下に行きます。で、下に行くと、この Nintendo eShop スプラトゥーン2特別体験版へって書いてあるんですけども、こちらにアクセスしてください。でこれ、まあ、何のアカウントでもいいんですけど、まあ、今回は、その、任天堂の7日間無料体験チケットってのがもらえるので、オンライン加入してなくてもできます。これですね、僕まだ無料ダウンロードしてないので、右から、この右の無料ダウンロードから、ダウンロードしていきたいと思います。こっちだね。OK。で、これ容量ないと、ダウンロードできないから。はい。で、これダウンロードすると、体験版出るんですけど、俺多分容量ないんだよね。ほら。容量ないから、これは 3.7GB 必要なので、絶対に 3.7GB 開けといてください。開けてダウンロードしてください。今回のこの無料体験版ってのは、スプラトゥーン2を持ってない人にダウンロードしてもらって、で、一緒にね、プライベートマッチや、リーグマッチをして、まあ、一緒にやることができます。スプラトゥーン2って結構前から課金が必要になってしまったんですよ。スプラトゥーン2っていうか、まあ、全部のゲーム、オンラインゲームは、300円から、まあ、ね、お金かかっちゃうんですけども、今回はこの無料チケット7日間だけ、無料でできるので、春休み中、みんな今春休みだと思うんですけど、春休み中にこのチケット使っていっぱいスプラトゥーンをやって、楽しみましょうみたいな感じのが、任天堂さんからね、なんか、チケットいただいてる理由なのかなと思うので、みんなでスプラトゥーンちょっとやりましょう。ということで、無料体験版のダウンロードの仕方の動画でした。お疲れ様でした。わぁ、懐かしい、この画面。懐かしい、一番最初の初期画面だ。どうしよう、ガールかな。おぉ、懐かしい。懐かしい体験版。懐かしいよ。僕、おすすめのショートカットがあるんですけど、まあ、これ矢印の方向に進んでいくんですよ。すると、まあ、こういう感じで。いけるんだけど、これね、ショートカット方法がありまして、ここのこの箱ね、この箱のとこを壊さずに乗ると、ショートカットが、軽いショートカットができるんですよ。ほら、もし早くプレイしたい方はこれやってみてください。箱壊しちゃダメだからね。